このゲームはゼロの提供でお届けします。この作品はフィクションなの。登場する人名、団体名、地名、職業などは全部架空のものだよ、ホニーちゃん。だから実際のものとは何にも関係ないの。それから作品中に出てくる人物はみんな18歳以上だからね。過激な性的、暴力的表現、行為は絶対に真似しちゃダメだよ。はぁ、ちゃんと全部言えたよ、沙織ちゃん。上出来、しおりちゃん。
私とお留守番だよ。写真本物かな。結婚式前日に事故で死んじゃった女の人の霊だって。なんだかかわいそう。だって幽霊になってしまうほど結婚相手の人が好きだったってことでしょ。好きな人と幸せになれるはずだったのに叶わなかったなんてすっごくかわいそうだろお兄ちゃん。だからこの幽霊の女の人ちゃんと成仏してほしいな。え、そうかなあ。お兄ちゃん次の写真が出たよ。すごい、幽霊さんがいっぱい。すっごく気味の悪い虫。
けたけど、初めて見る虫だったの。どうしよう、あんなのがいたら私もう音羽へ行けないよ。扉は閉めないで。